危な。これでぴったり25文字だった。これ以上入らなかった。最後にびっくりマークでもつけようと思ったけど、びっくりマーク入る隙もなかった。今日ねめっちゃ前髪調子悪いんだよね。30分かけても前髪ダメだった。さあ、というわけで皆さんね、昨日でショールームイベントが無事に終了いたしましてね、ね、今日のお昼にまあ結果が出たんですけど、私の結果はなんと第2位でした。皆さん本当にね、この5日間たくさん応援してくださって、たくさん支えてくださって、本当に本当にありがとうございました。もうね、結果をね見るまで結構さ、結果出るの遅かったじゃないですか。私もね、ヒノの配信見ながらね、ずっとドキドキしてそう、ヒノの配信見てれば、更新された瞬間に更新されたって絶対言ってくれると思ってたから、ヒノの配信見てました。ヒノの配信見ながらメイクして髪の毛して、私もずっと待ってたんですけど、そう、めちゃくちゃずっとねそわそわしてた。あ、やっぱりみんなヒノの配信見てた。めっちゃ割と最初の方から見てたからさ、めっちゃおもろかったんだけどさ、ヒノの配信。そう、まあね、結果、そう、それですごいそわそわしながら見たんですけど、私はその結果をね見てね、純粋にすごく2位っていう順位は嬉しいなって思いました。そう、安藤さんと間違え、昨日の配信ね、めっちゃおもろかったあれ。めっちゃおもろかった。うん、私は結果見た時にはね、すごく嬉しかったです。なんか、あの、なんだろうな、確かにね、目標にしていた1位には届かなかったけど、でもずっと、なんだろうな、このイベント期間中ずっと上に上がるっていうことができなかったから、そう、だから本当に最後の最後の結果を見て、最後の結果をね、一つでも上に上がって終われたことは、私はすごくポジティブに捉えていて、とっても嬉しかったので、そう、もう待って、その前にみんなアイス用意しましたか？みんなアイス用意してくれましたか？ハーゲンダッツのいちご味用意してくれましたか？ちょっと私も今喋りたいことすっごいたくさんあるんですけど、みんなきっとアイス用意してくれたと思うから、溶けちゃう前に食べましょう。アイス食べたらまたね、改めてお話ししたいなと思うので、まずはみんなでお祝いしよう。え、嘘、もう食べてる。嘘でしょ、一緒に食べようって言ったじゃん。わあ。アイス透かし溶かしときました。わかる、私もね5分前ぐらいに出しといたから、多分今ちょうどいいと思う。やった、じゃあみんなでお祝いのね、ハゲンダッツのいちご味食べましょう。いちごなかったね、期間限定のね、期間限定のもさ、めっちゃ美味しそう。なんだっけ、今さ、ファミマでさ、ハーゲンダッツのベリータルトみたいなの売ってるよね。あれね、食べたい。でも今日はみんなといちごにすると決めたので、はい、いちごで食べるぞい、一緒に食べよう。かたかたか、え、こんな開かないことある。私に食べさせないつもりだな、さては。見て、こんなさ、蓋がさ変形してまでもさ開かないことある？初めてなんだけど。よし、食べるぞ。みんなね、今までいろんなイベントを頑張ってきたけど、いつも頑張った時はハーゲンダッツ食べてるもんね。残念、ハートではありませんでした。みんな何だった？この蓋開けた。いや、そう、新しい冷凍庫のね、威力がすごいのよ。とにかく蓋をも凍らせる。あ、でもいい感じだよ、見て見て、ほら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 、押したらちょうどいい感じ。いいね、いいね。では皆さん、いただきましょう。というわけで、じゃあ本当に
シャドームイベント第2位ありがとうございました。乾杯しよう。乾杯いただきます。やったね。いただきます。うん、うん、ねお疲れ様だね。本当にみんなゆっくり休めましたか？大丈夫だった？私はもうめちゃくちゃゆっくり休ませてもらいましたわかる、美味しい。私は昨日あの最後の配信を終えた後メール書いて、あ、みんなでも早く目覚めちゃった。いや、お仕事だったわよね。そうだよね。そう、興奮してなかなか寝つけなかった。嘘、私はあの配信終わった後メール書いて即寝ました。でソファーで2時間も寝て、ママに起こされてお風呂入ってしたら4時まで今度眠れなくなった外から新聞配達の音聞こえたで私妹と2段ベッドなんだけど、なんか私が何時、3時ぐらいに部屋に行って電気つけてたら下のベッドで寝てる妹に電気消されましたそれはもうどっちが悪いんだかって感じだけどわ、消されたって思って真っ暗な部屋で TVer でドラマ見てたその後4時ぐらいに寝て朝10時ぐらいに起きました。うん、そうだから、でしかも今日も昼間もめっちゃ寝たかも。10時に起きた後なんか何時だ、結果見てからメール書いてまた寝てた気づいたら30分ぐらい寝てました。なので元気です。普通のストロ、うん、普通のだけど普通のストロベリーねあ、そう、今日ね妹誕生日なんです。そうなの。だからさっきお寿司食べたんですよ。お寿司からのハーゲンダッツのアイスって最高じゃない？私が誕生日みたいになってるうんふん、フォローしました、ありがとうございます。そう、私が誕生日みたい。え、なんかね、でもね、さっきね妹に自慢されたんだけどね、なんと私の妹ね、あのメンバーとね LINE 持ってんだけどね、夢から誕生日にスタバのチケット送られてきたって言ってたよすいません、うちの妹が、ありがとうございます。わかる、優しすぎじゃない？そんな人の妹に送ってくれるなんてそうなんですよ。なんか私がいつも妹にスタバの新しい新作とか出ると写真送るのね、次の新作これだってって妹にめっちゃ送ってて、そうで今さ、なんか紫芋のさスタバのフラペチーノのじゃないですか。で大体でも新作出た時妹に次のこれ新作だってって送るのに、私の方が先に飲みに行くんですよ。一緒に飲みに行こうって言って画像送ってんのにスケジュール合わなすぎて私が大体一人で飲みに行くのね。でそれで紫芋のやつ今回その初日に私飲みに行ったの。そしたらなんか妹に、ね、なんで先に飲みに行くのってキレられてそう、飲んだよって写真送ったらキレられておごれって言われてたのね、ずっと。そう、ハーゲンダッツの紫もおごってって言われて、別に私はそれ嫌だって言ったわけじゃなくて、ね、いいよって言ったんだけど、なんか夢からスタバのチケット送られてきたから、もういい、これで飲むからみたいな言われて
すごい、あ、姉の名目丸つぶれそうなの。なんか、え、すいません、夢の方が本当のお姉ちゃんなんじゃないか疑惑が出てきちゃう。うん、今日26歳になりました、おめでとうございます。私の妹は今日17歳になりました、おめでとうございます、素敵な1年をそうなんですよ、悲しかったな。違うよ、私だって一緒に飲みに行きたいんだけどさ、妹と。だってさ、お互い暇じゃないんだもん。そんなスタバのチケットぐらいだったら送るよ、私も。そうな、今日寒くない？うん、寒い。ちょっと寒かったね。今日寒いけど、みんなと食べるアイスは美味しいよね。コンビニにハーゲンダッツのイチゴない。嘘、本当に？今日さ、私さ、このハーゲンダッツのイチゴ買いにさ、近所のスーパー行ったの。実は昨日もその近所のスーパー行ってアイス買いに行ったんだけどさ今日もアイス目的でそのスーパー行ったのね。そしたら昨日もアイス買いにそのスーパーに行ったのに、昨日は売ってなかったアイスがなんか4つぐらい新作が入荷してて全部買ったうん、んな昨日と今日でアイスの差があるのって感じ。そうなの、そう、昨日は売ってなかったアイスが今日は売ってた。毎日チェックしに行こうかな。たまたま、多分たまたまね、新作が入荷してただけだと思うんだけど、もう毎日チェックしに行こう。なんかゴディバのソフトクリーム売ってたよ。そう、うん、確かに月曜日だから新作出たのかもね。そうかも。さすがにこの人毎日来る、しかもこの人毎日アイスしか買っていかないなやばい、近所でバレるからやめよう うーん、なんだ、新作って日曜日に入荷すんの、いいこと聞いた。じゃあ毎週月曜日にしとく。ちょっと毎日は厳しいから、毎日行ったらバレそうだから毎週月曜にしよっかなそうしよっかな。うん、ふん、でも私そうやってさ、いつもさ、アイス、なんか新しいアイスばっかり買っちゃうからさ、ハーゲンダッツのイチゴって本当にみんなとイベント頑張った時しか食べないんだよねそうだから、いつも頑張ったアイスって決めてるから嬉しい、食べられて。みんなも食べてね。やっぱ今日前髪めっちゃ変、めっちゃ変。コンビニだと新商品の入荷火曜日、わかる。でも新潟は水曜日なんだ。新潟火曜日行っても入荷してない。なくなっちゃった。はい、美味しくいただきました、いちご。アイス日記見るようになってから通年の商品か、わかる、私が新作ばっかり買っちゃうからでしょ。そうなんだよね。嘘、早い、嘘、嘘、
え、待って、まだみんな、え、そんな、え、嘘でしょ、みんなまだ食べ終わってないの。嘘、早かった。え、私喋りながら食べてるはずなんだけどな。早い？嘘。ゆっくり堪能してた。ごめん、私が普段からアイスバクバク食べ過ぎてる。食べ過ぎてるせいでいつの間にかなくなっちゃった。うん、溶かしておいたからかもね。ちょっと柔らかかったからすぐ食べれたのかもしんない。それもある。一口がでかかった。そうかもしれない、毎日アイス食べてるから、ね、一口でかくなっちゃった。まあでも私はね、ちょっと喋りたいことがいっぱいあるから、まあお先に失礼するよ。アイスはとっくに2個食べた。あ、2個目入ってる人もいたの。まあ私は今日喋りたいことがいっぱいあるからね、早めに食べて早めに喋るよ。はい。そうよ、リップもうちょっと塗ろっか。まあそうだよね、みんなはアイス食べながら文字打ってるもんね。喋るより大変だわそりゃ。はいはい。というわけでね、まあ美味しくアイスもいただいたということで、まあちょっと改めてね、真面目なお話にはなりますが、そう、でもやっぱり今回このイベントね、まあ結果は2位で、まあ現実的なことをね言うと、その1位との差が約36万ポイント差とかで、そう、まあなんだろうな、今までさずっと2位との差が60万ポイントとか開いてたから、最終中間ランキングみたいなのって2位との差が60万ポイントとかだったから、そのことを考えたら1位とは最後36万ポイント差で終わったっていうのを考えるとね、確かに、まあ、あとちょっとだったのかなっていう気持ちもしなくはないんだけど、でもなんだろうな、確かにね、そうだから、あとちょっとだったからこそ、私がじゃああの最低でも1枠15分やりたいっていうのをね、なんか本当にカウント枠とかにさ、なんか10分の枠とかも考えてくださってたじゃん。だからその自分の15分やりたいっていうのをなくしてまで10分枠にしてたら、もしかしたら超えられた差だったかもしれないって、まあ後からだけどね、そう思うけど、でもじゃあ果たしてそれが正解だったかって言われたら、私はそうじゃないと思ってて、なんだろうな、なんかそこまでして自分のこだわりを捨ててまでもなんか取りに行く1位よりかは、最後まで楽しんでみんなと掴んだもう大健闘の2位の方が私は嬉しいんじゃないかなって、まあその結果論にはなっちゃうけどって思っていて、そう、なんか私が最後までなんかこれだけやりきったって思えたのって、自分のやりたいように配信をなんかさせてもらって、みんながそれについてきてくださったから、私はここまで最後まで楽しむことができたし、なんだろうな、もしそれが10分枠とかにしたら超えられる差だったとしても、私は自分のそのこだわりを最後まで貫き通せたことにすごく満足しているから、なんだろうな、そこでその1位になれなかった悔しさっていうよりも、私は最後の最後にランクアップして終われたことの嬉しさの方が大きくって、そう、まあ確かにね、目標としていた1位に届かなかったっていう事実はそうなんだけど、でも私はねすごく満足してます、うん。と思ってます。そう、それだけ自分のやりたいことにすごくみんなが最後までまっすぐついてきてくれて支えてくださったから、私はここまで来れたと思うし、そうだからね、なんだろう、みんなにすごい、逆になんか私はねそこまで悔しいと思ってなくって、実は
そう、確かに本当に1位を目指してたから現実2位だったのは本当悔しいんだけど、なんか私よりもみんなの方が悔しがっててくれてて、そうなんかそうあと一歩だから悔しいけどとかすごい申し訳ないと思ってるみたいなのをすごくたくさんねメールとかでもそう言われたんだけど、多分私よりみんなの方が悔しがってるかもしれない。うん、私も本当に最後イベントが終わる最後の最後までもう1位しかって思ってたんだけど、そうでも今実際2位になってみて、いやもちろん悔しいけどなんかそれよりも達成感というかそうの方が大きくって、そうでもそうやって思えるのって多分なんか自分がやりきったって本当に思えるからだなと思ってて、そうだってこれでね、これで例えばまあこれで逆に1位を取れたらもう本当に何にも言うことはないけど、でもかといってじゃあ枠を10分とかにしてまで1位になって嬉しいかって言ったら、多分私はそれよりもみんなにすごく無理をさせてしまった申し訳なさの方が勝つと思う。まあ実際なってみたらそうじゃないのかもしれないけど、だからそうじゃなくて私は私のペースでここまで頑張れた2位だったから、うん、なんかそう自分のこだわりを最後まで楽しむっていうことを第一に頑張ってこれたから、そうだからここまで楽しく配信ができたので、全然なんだろうな、あの悔いがないと言ったら多分それは嘘なんだけど、今までね私まあみんなもよく知ってると思うんですけど、今までもいつも2位でなんかいつもあと一歩届かなくって、本当にすごく悔しい思いをたくさんしてきて、あどうして自分は1位になれないんだろうなっていつも思ってきたから、本当にこのイベントは1位を取りたいなって思ってたけどやっぱり2位で、でもなんだろう、今まで取ってきた2位よりも悔しいっていう気持ちが不思議とそんなに強くなくって、そう今まで、まあ、2位って悔しい順位なのかもしれないけど、今までいろんなイベントで取ってきた2位の悔しさに比べたらやっぱり悔しいよりもイベントに出てよかったとか楽しかったなっていう気持ちの方がすごく大きいから、なんかその諦めたとかじゃなくって、そう私は純粋にみんなが最後押し上げて3位から2位にそう入れてくれたもう大健闘の2位だと思ってるので、そうもう本当にだから純粋にすごく嬉しいなって思ってます。そうだからね、まあでもいつか、そうでもずっと2位ばっかりじゃやっぱり悔しいからそれはね、そう今回のイベントは私は本当に2位ですごく嬉しい気持ちなんだけど、やっぱりいつかは何かしらのイベントで1位に絶対になりたいなって思うし、でもそれはきっと今じゃなかったんだろうなって思ってて、そうだから次何かもっと自分の中で1位を目指す時にはもっともっとたくさんの人たちと一緒に1位になることを喜びたいなって思うから、次自分が1位を目指したいと思うイベントが来る時までに一緒に喜んでくれる人を増やしたいなって思います。もう今もみんなと一緒に2位になれたことをすごくたくさん喜べて嬉しいから、そうだからこそ1位になった時にもっともっとみんなと一緒にもっとたくさんの人と一緒にお祝いできるように、いつかのその1位を取りたいなっていうイベントの時のためにもっと自分のことをね応援してくださる方を増やしたいなって思いました。うん、そうでもちょっとこのままじゃ卒業できない、卒業する気はないけど卒業する気はないけど、何かしらの形でちゃんと1位を目指した上で1
1になって卒業したいなって思った。どうしよう、でもそれはそれで逆に一生卒業できないかもしれないから、ちょっと今の言葉は撤回しておくねそれはそれで困るなって今言ってから思いましたいやでもなんだろうな、みんながここまで頑張ってくださってるって知ってるから、だからこそなんか1位になれない、1位にずっとねどのイベントもなれないことが悔しいなって思います。まあそれだけ上には上がいて頑張ってる人がいるっていうことなんだけど、でももう十分みんなには頑張ってもらっているのに、なんか1位っていう形にずっと残せてないことが私はすごく悔しいから、ちゃんとみんなが頑張った努力の形がなんか報われる時がそう絶対にあってほしいなって思うから、その時のためにみんなでもっともっと一緒に1位を喜べる人を1位を私の1位を一緒に喜んでくれる人をもっともっと増やしたいなっていう風に思います。そう、まあ何はともあれね、今回は2位でしたけど、でもシングルのカップリング曲を歌えることには変わらないし、 MV だってあるんですよ皆さん。もう本当にそこを喜んでほしい。そう、本当にそこを喜んでほしい。私はもうそれだけですっごく嬉しくて、そう、もうそっちの方に涙が出そう。そう、なんか悔しさよりもなんかみんなと掴んで自分の中でママだどんな曲になるか全く分かんないけど、なんかもうどんな曲だっても自分にとって絶対に大切な曲になるからだからみんなとね、そう、みんなと掴んだ楽曲があることがすごく嬉しいなって私は思います。本当にそうだから、本当にね悔しい気持ちよりも嬉しい気持ちでいっぱいなので、そうだからみんなにはね、そうごめんねは禁止だよって言ったから、ごめんねとか言わないでほしい。悔しいって悔しい、みんなが悔しいって言うと私も悔しくなってきちゃうから、みんなには悔しいって言わないでほしい。本当になんか純粋にみんなとの大事な曲がまた1曲増えると思うと、それが本当にすごく嬉しくって、そう、え、しかもさこんなこと言ったらあれだけどさ、みはるさんがセンターの曲でしょ。でも絶対に可愛い自信しかないんだけどえ、逆にさ、みはるさんがセンターでさ、すごいなんか大人なセクシーな曲とかだったらどうしようって私思ってるんだけどさみはるさんがセンターの曲って絶対に可愛い自信しかないのね。もう私は可愛いアイドルソングがいいなって思ってるから、もうどんな曲か本当にすごく楽しみだし、なんか MV あるから新しい衣装もあるのかなって思ったら、そう、自分の衣装があるっていうのも本当にすごく嬉しいし、そうだからね、みんなと一緒にこの曲をなんだろう楽しめることがすごく嬉しくて、そう、なんかね、私もそのずっとセンターをこのイベントで目指してきたから、もしこの選抜5人の中の選抜に入ってもセンターじゃなかったら、この楽曲を披露するたびに毎回悔しい思いをした思い出の曲になっちゃうのかなって思ってたのねそう、毎回そのセンターの近くで踊ることになるから5人しかいないし、そのもう悔しい思い出の曲になっちゃうのかなって思ってて、なんかそれだったらもう入らない方がいいのかなとかいろいろ考えたんだけど、でもなんか今
なってみると全然そんなことなくって、もう本当にみんなとの大切な曲がまた一曲増えることがすごく嬉しいし、なんかそう2位になったからみはるさんの隣で一緒に歌えることがすごく嬉しいし、しかもね私ねすごくね嬉しいのがね、みはるさんもうこの NGT48 7年間をねずっと背負ってきてくれた先輩がセンターにいるわけじゃないですか。で私はカホとシンメにいられるわけでしょ、2位と3位だから、カホとそう大好きなカホとシンメでいられることがすごく嬉しいし、あとね5位にねそう3期生の木本ゆうなちゃんがそう最後ねランクインして、ゆうなちゃんも一緒に今回の楽曲に参加することになるんだけど、ゆうなちゃんねもう尊敬してる大好きな推しメンがヒノなのね。そうだからゆうなちゃんにとってそんな大好きな推しメンヒノとシンメになれるってもう絶対嬉しいだろうなって思って、もうねそう考えたら私はもうなんかこの順位を受け入れざるを得ないというか、もうねすんなり入ってきちゃったんだよねもちろん自分が1位を目指してたんだけど、そうでもなんかいざこの順位になってみて私はこの順位で良かったってすごく思ってて、そうだからねなんか本当にこの曲がすっごく楽しみで、そうなんか私も大好きなみんなと一緒に、そうなんか本当にメンバーも大好きなみんなと一緒に、そうしかも皆さんと一緒に掴んだ楽曲だから、もう私は本当に本当にこの曲が楽しみで、そうもうね私もカホと隣で歌えることがすごく嬉しいし、隣というか新芽になるのかな、そう本当に嬉しいの。だからもちろんね1位を目指してた分あれだけど、でも今はこの順位ですごく私はそう受け入れてるというか純粋に嬉しいなって思ってます。そうだからみんな楽しみにしててね、本当に嬉しい。どんなもう絶対に可愛い曲これで、でもなんか絶対とも言い切らないかわかんないけど、でもさしかも私とねみはるさんは結構そのツアーの時もマックスの歌割り一緒なんですけど、なんかどっちもなんかふわふわした声してんのよ、自分で言うのもあれだけど、私もみはるさんももうマックス時のね希望があの冬ブロックツアーの冬ブロックのマックス時の希望がすべて信じてきたところね、私とみはるさんが歌ってるんだけど声がふわふわなの、もう 誰にも真似できないようなふわふわな声なのね、いつも。そうでもさひのとゆうなちゃんは結構もう本当に 歌に本腰を入れてるというか歌がすごい上手なメンバーだし、かほも歌が上手なメンバーだから、なんかそう NGT で1位2位を争うぐらい歌の上手いメンバーとこのふわふわな組み合わせがどうなっていくのか私はすごく楽しみでね、なんか面白い5人だなって思ってて、そうそうなのよね。そうだからどうなるんだろうねだからなんだろう、今さ結構そのクラクラとかシグナルとかあの一つのテーマがあって選ばれるユニットだから、なんとなくそのそれぞれのユニットのイメージというかがあるけど、なんかこれって本当にショールーム選抜ならではというか、普通だったら絶対に正直一緒にユニットはやらないだろうなみたいなメンツが合わさるからこそ、すごくなんか面白い想像もつかない楽曲ができるんじゃないかなって思ったら私はすごく楽しみで、そう本当になんかこのショールーム選抜ならではな人選だと思うから、なんか本当にそこにね自分がいられるっていうこともすごい嬉しいし、そうなんかねせっかく本当にあのこうやって選んでいただいてみんなのおかげでこの選抜に入ることができるから、なんかいろんなところで披露できる機会がねあったらいいなっていうのをすごく思います。なんか本当結果見てみると1期生ドラさん2期生3期生綺麗にみんなが入って、そうなんかすごく素敵な
ユニットになる、ユニットというか素敵なね組み合わせになる予感しかしないので、とっても楽しみだなって思ってます。うん、なのでね本当にみんなにも楽しみにしててほしいし、そう曲も楽しみだし MV もどんな MV になるか楽しみだしね、衣装が結構私は楽しみだな。本当にそう自分の衣装があることがやっぱ嬉しいので、しかも5人しかさいないからさ、なんか前回のその AKB さんのさショールーム選抜ってさ結構あのそれぞれにさ担当カラーみたいな感じがあってさ、ショールームさんのこのカラーのイメージだったじゃないですか。だから5人しかいないからそういうカラー別のなんか衣装とかあんのかなって思ったら、本当にもしかしたら自分にしかないたった一人自分だけの衣装っていうのがあるかもしれないし、ちょっとそれは妄想のしすぎかもしれないけどそれはちょっとあの妄想しすぎかもしれないけど、でもそういう可能性もあるじゃないですか。本当にもうたった一人私だけの衣装になる可能性があるし、色別でこう分かれた時にね、そう5人しかいないからそういうこともなんかあるんじゃないかな。クラクラもさ担当職があったりするじゃないですか。5人しかいなかったらさそういうのもあるかなって思ったらすごい楽しみなので、そうだから本当にもうね皆さんにせっかくこうやってたくさんあの力を貸していただいてこの選抜としてね曲を歌えるから、もう本当に責任を持ってこの楽曲を絶対にいい曲にしたいなって思うし、 MV 撮影もねもうすっごく楽しみなので、まだ本当に何も決まってないだろうけどすっごく楽しみなので、みんなにね素敵なものをお届けできるように頑張りたいなって思ってます。だから本当にねみんなにはそうこの5日間大変な思いをたくさんさせてしまったと思うんですけど、その分しっかりとそう素敵なものを作れたらなって思っているので、そうシングルの情報がねそりゃ私にも分からんのよわかる、カップリングの話だけがこんなにも先行しててさ、シングルはみたいな感じなんですけどそうでもなんか今までは逆にシングルの表題しか私はなかったから、なんか純粋にあのなんだろうなカップリングも自分のこととして楽しみにできることがすごく嬉しいし、なんかみんなにいつものシングルの倍楽しんでもらえるって思ったらすごく私は嬉しいです。だからみんなにはねあのシングルの表題だけじゃなくってカップリングも楽しみにしていてほしいし、なんならカップリング今シングルが何とも言われてないからさ、カップリングしかね楽しみがないかもしれないけど今後シングルの方も発表いろいろあると思うのでわからないけど、ごめん私も何にもわからないけど、うん、どっちもシングルの表題曲もカップリングもどっちも楽しみにしていてほしいなって、そう今までのシングルよりも楽しみが2倍に増えたと思って、次のねシングル楽しみにしてくれてたらなと思います。そうあとね忘れちゃいけないのがね、今回のイベントねグレイルさんのイベントがまだ残っているということで、そうありがたいことに私今回皆さんのおかげでね2位にランクインすることができたから、このグレイルさんのあのモデルさんなんか5位までランクインしたメンバーがみんなそのツイッターとインスタグラムの投稿にはアップされるんですけど、あのグレイルさんの公式サイトの方にアップされるモデルさん半年だったかな、なんか専属モデルみたいなのがねあるんですけど、それは上位3人の中からチャンスがあるということで、私ね皆さんのおかげで2位にランクインすることができたので、このグレイルさんのねモデルさんになるチャンスもいただけたということで、本当にもうこれはみんなのおかげなので本当にありがとうございます。そうそう、ここから上位3人の中から1人そのグレイルさんのモデルさんにねなれる予定なんですけど、
そう、でもせっかくここまでみんなに頑張ってもらって2位にランクインしていただいて、このグレイルさんのモデルさんのチャンスもいただくことができたから、私はもうこのチャンスを絶対につかみたいなって思っていて、うん、なんかこのイベント期間中、昨日もねグレイルさんで購入したあのお洋服をね実際に紹介したりとか、自分の中でこうあの着たりとかねしてて、本当になんかすごくね楽しくって、なんか私はその今までなんだろうな、お洋服、まあ人並みにお洋服好きだなと思ってたけど、なんか実際自分の購入したものを紹介してみて、なんかこうなんだろうな、その紹介したものを参考にしますってコメントをねいただいたりとか、なんか紹介してる自分も本当にすごく楽しくって、でグレイルさんのお洋服、まあ普段からめちゃくちゃ愛用してるんですけど、なんか改めてやっぱめっちゃいい、全部可愛いって思ったから、なんかそのお洋服の魅力を伝えるっていう部分でなんかすごく楽しいなって思ったのね、昨日の配信してて。昨日はちょっと25分間で8着を紹介するというスピード感だったけど、でも本当にこのお洋服一つ一つの魅力をなんか伝えるってすごく楽しいなって私は昨日の配信で気づかされたので、うん、だからなんか今までそう私はモデルさんなんてっていう風に思ってたんですけど、なんか昨日その考えが少し変わったというか、そうなんかね自分で楽しみながらお洋服の紹介をしてって、そうなんかこのお洋服の魅力を一人でもねもっともっと多く、なんか昨日はショールームイベントとして紹介したから、イベントの配信を見てくださった方にしか伝わらなかったかもしれないけど、なんかもっともっといろんな方にこのお洋服の魅力を伝えるってなんかすごくやりがいのあることだなというか、すごく自分自身が楽しんでやってたから、そうなんかこのグレイルさんのチャンスは本当につかみたいなってすごく自分の中で思ったし、そうなんか今までねそうモデルさんなんてって思ってたけど、なんか自分の身長も活かせる機会なら、せっかくみんなにここまでつないでいただいたチャンスだし、私はすごく頑張りたいなって思ったので、あの本当にねみんなにここまでつないでいただいた分、今度は私が頑張る番だと思うので、そうグレイルさんの、まあ、1位にはなれなかったけど、グレイルさんのモデルさんになるチャンスは1位から3位まで平等に与えられてるからこそ、私はここでちゃんとつかみ取りたいなってすごく思いました。だからあのちょっと私もこのあとどういう展開があるのか全然わかんなくって、その撮影あのそれは5位までさ乗るそのスポット撮影みたいな、インスタとツイッターに乗るスポット撮影とか、なんか今後グレイルさんの話がどういう風に進んでいくかまだちょっとわからないんですけど、でもねみんなにこんなにこの素敵な形で2位っていう順位をいただいたから、あとは次は私が頑張る番だなって思うので、今度はみんなに私からそうみんなにいい報告ができるように、ちょっとこのイベントまだ終わってないので、この勝負頑張りたいなってすごく思いました。本当に、うん、なんかだからね今回のこのイベント、私があのショールームイベントって今まであんまり前向きじゃなかったんだけど、あのすごく挑戦してみて本当にね得るものがすっごくたくさんあったなと思って、それはまあ結果としてみんなから2位っていう順位をいただいたこともそうなんだけど、こう配信を通してショールームイベントっていうものそのものに関しての考え方もすごく変わったし、何よりすごく配信楽しんでできたし、なんか皆さんと一緒に本当に配信を通してめちゃくちゃいろんな思い出ができたなって、たった5日間だったかもしれないけどめちゃくちゃ思い出ができたから、なんかそれだけでもすごい濃い時間だったし、
あとみんなでトレンド入りできたことも、なんかトレンド入りしようと思ってしてたわけじゃない部分でしたじゃないですか。2日目はあのよしもう一回トレンド入りするぞっていう意気込みでやったけど、本当に最初はトレンド入りするつもりなくトレンド入りしたから、それだけなんかみんなの発信力があってみんなで団結してできてたっていうことだと思うし、それは本当に1位にならずとも本当に今回参加してたメンバーに誰にもね成し得なかったこと、私にしかできなかったことだから、それは本当に誇りに思うし、きっとこのイベントができてなかったら自分の名前がトレンド入りすることもそうそう簡単にはなかったと思うし、だから本当にね、なんかみんなとのこのイベント全体を通しての団結力もそうだし、そう、そして私自身が、あ、お洋服が好きなんだって、なんかモデルさんもなんかやってみようかなって、やってみたいなっていう気持ちに考え方が変われたのもこのイベントがあって、このイベントでグレイルさんとのこういうコラボの企画があったから、私はそういうグレイルさんの購入品を紹介するっていう企画を考えてやったわけだし、本当にこの配信がなかったら自分でも気づかなかったことが本当にいっぱいあったから、もうなんだろうな、2位っていう素敵な順位だけじゃなくって、もうそれ以外にも本当にみんなからのたくさんの愛情だったりとか、こう応援してくださる温かい言葉だったりとか、なんかこう数字とかでは測りえないことばっかりいっぱいね、今回のイベントを通してたくさんのことが得られたなって思ってます。そうだからね、楽曲として形に残るものはもちろんなんだけど、それ以外にも本当になんかイベントに参加してよかったなって心から思える結果だったなって、あ、結果だけ結果だけじゃなくて本当にもう数字とか形に残るものだけじゃなくって、まあいろんなことを私になんか届けてくれたイベントだったから、本当にやってよかったなって思ってて、だからね、最初このイベントがあるって言った時にやるやらない気持ちだったし、でもだんだんやるっていう気持ちに傾いてきてからも本当に最後の決断っていうのができなくって、参加するかすごく迷ってたし、それはこうみんなに負担をかけてしまうから、うん、すごくたくさん迷ったけど、まあ、実際本当にみんなにたくさんね、あの負担をかけてしまったことは事実なんだけど、でもなんか私は、うん、すごく出てよかったなって思いました。そう、でも本当にそうやって自分が出てよかったなって思えるのって、ここまでなんだろう、イベント出ることに対して多分みんなもあまり前向きじゃなかった方もいらっしゃったと思うんですよ。出ないメンバーも多かったからこそ、なんで出ることにしたのって思った人もきっといたかもしれないし、そうだからね、すごくみんなも私がイベントに出るっていうことに対していろんな意見があったと思うんですけど、でも私がやるって決めたことに対してすごく、じゃあ一緒に頑張ろうねって言ってくれたことが本当に嬉しかった。
でも本当にみんなにはいっぱい力を貸していただいたので、私はねこれからなんかもっともっとアイドルとして頑張って、みんなに少しでもお返しができるように頑張らなきゃいけないなって思ったので全然まだ辞めるつもりとかないけどないけど、今までよりもより一層アイドルとして頑張ってみんなに少しでもお返しができたらなって思ってます。はい、卒業する人みたい、ごめん、卒業はしないです卒業はしないけど、うん、みんなにお返しする方法は本当に私がアイドルとして頑張ることしかできないので、そうなのでね、本当になんかみんなもイベントそう出てくれてよかったなって思ってくれてたら一番嬉しいなって思います。何より大変だったのは絶対にみんなの方だから、私は本当にこんなにもねたくさんのねあのもう結果もそうだし、形として残るものもなんかトレンド入りとかも含めて形として残るものもそうだし、みんなからこんなにもたくさんね応援の言葉とかいっぱい愛情をいただいて、私は本当に本当に参加してよかったなってすごく思ってるんだけど、でも一番大変だったのは絶対にみんなだから、みんなが私が出てよかったって思ってくれてたら、それはもう本当に結果が全てじゃなくって、そうやってよかったなっていう気持ちが一番なのかなって思いますうん、本当にそうなので、まだまだ頑張りますよまだまだ頑張るし、絶対にいつかみんなとちゃんと1位を取れるように準備をしなきゃいけないなって思いました、うん、これからもね、もう本当にみんなにたくさん無理をさせてしまったからあれだけど、これからも一緒に頑張れたらいいなって思いますそうしてね、本当になんか私のことを応援してくださってた方だけじゃなくて、もう今回イベント参加してたメンバーもそうだし、他のファンの皆さんも本当に大変だったと思うから、こんな時期にこんな時期に本当に大変だったと思うから、みんなにお疲れ様ですね、本当に本当にそう、みんなすごい、もうメンバーもそうだし、もちろんそれを支えたファンの皆さんもそうだし、本当にすごい、本当にすごいこれ以上言うともう悪いことしか出てこなさそうだから、もう本当にすごい、よく頑張りましたねでもそれだけグループとしてなんかちゃんとイベントとして盛り上がれたってことだから、うん、そう、これからシングルも出るんだろうし、こんなカップリングの話が進んでるってことはねでもそうやってグループとしてまたシングルが出せるってことのはずだから、そしたらそれはそれで本当にもう嬉しいことだし、そうシングルだってこうやってカップリング曲でここまで盛り上がれたからこそ、シングルはもっともっとグループ全体として盛り上がっていけるはずだから、本当にねすごく、そう私たちはそれの先駆けとしてしっかり頑張りました、しっかり盛り上げました、もう本当にみんなに拍手です、本当3期生とかもさ今だって
ツアーのリハがあって3期生の公演のリハがあって、その中で全員がねショールームイベントに参加して本当に頑張った。3期生からは1人だけだったかもしれないけど、全員が本当に頑張ってた。いろんなことと両立しながら本当にすごかったと思うし、そう、しかもだって先輩がさこんないる中でさ3期生みんなで頑張ってきてさ、ファンの方もね本当にまだ加入して 何ヶ月のことさ、そんなもう長くて7年、私たちも5年もさいてさ、その人たちと一緒に並ぶイベントなんてね、ファンの方も最初はどうやったらって気持ちだったかもしれないし、本当にそうだよね、学校があったメンバーもいっぱいいたと思うから、その中でみんな本当にすごくよく頑張ったと思います。本当にすごいと思う。私が3期生だったらね結構絶望してたと思うよ。本当にもう配信する気力すらなかった気がする。だってこんなにさ先輩もいる中でさ、3期生だけでもめちゃくちゃ忙しいのにさ、先輩も いてさ、このイベントってえって なっちゃうもん私だったら。でもそれをね自分からね、あのこのイベントはって諦めないところがすごいよね。本当にちゃんとイベントに参加するって決めた以上本当に最後までみんなやり抜いてたから、それが私は本当にかっこいいなって思います。すごい本当に本当にすごいと思う。いやこれからの3期生はめちゃくちゃ期待ですよ。だしなんか多分みんなも、まあ、皆さんはねもしかしたら私のことを応援するために3期生のルームあんまり行ってないかもしれないけど、でも星集めとかで絶対行ったでしょ。できっとその3期生今までそこまで見たことがなかったよっていう方も絶対に3期生のルームに行って、あこの子ってこういう子なんだって知れたと思うから、そうだから本当にねあのみんなの個性をよりこう知っていただける機会だったなって思います。なんかもうショールームイベントやる前からさ3期生のショールーム始まってたけど、なんかみんながみんな興味があっていくかって言ったら多分もしかしたらそうじゃなかったかもしれないから、こう本当にみんなに知ってもらう機会としてはそうみんながイベントにちゃんと参加してそういろんな人に見てもらうっていう形で本当にねすごく頑張ってたなって思うので、そうみんなが出ることを決断してそう最後まで頑張ってたことが本当にすごいと思うし、絶対にこの配信のイベントの中であの見つけてくれた人っていると思う。この中にもいると思う。私星集めとかしに行ったらえなんかこの子いいじゃんって思った人絶対いると思うよ。今回はでもみーちゃんのこと応援するぞって思って、そう私のねことを応援してくれてたからあれかもしんないけど、イベント終わったらきっともうこれからこの子の配信見に行こうって人絶対いるよね。でもそれで正解なんだと思う。3期生にとってそれは本当に正解で、そこにこそイベントに出た意味がきっとあると思うから、そうだからそれこそ本当に結果が全てではないなってもう長い目で見た時に、あのこれからまた次のイベントを3期生が出るって言った時に応援してくださる方がきっとその中にいただろうし、今回のイベントに出た最大の意味ってねそこにもあるんじゃないかなって思うので、本当にすごくだからそう頑張ってて偉いって思いました。そういやあのね本当にね、いや本当にこれみんなが想像してる以上に今3期生めちゃくちゃ大変で頑張ってるの。ツアーリハもそうツアーリハもね、私たちはさもうここまでツアーやってきてさ千秋楽だからさツアーそこまで変わることもないし、
本当千秋楽だけメンバー変わらないんですよ。ヤヒが出てくれたから、ヤヒが出てくれたから千秋楽も立ち位置その前回の千葉と変わらないのね、私たちはね。だけど3期生は全員出ることになったから、うん、全てが新しいわけじゃん。今までは4人ずつしか出てなかったから、全員が出ることになっても全てが新しく覚えなきゃいけないの。だから本当に覚えることめちゃくちゃ大変だし、私たち以上にもう覚えることしかないからすっごく大変で、しかもその研究生公演みたいな、そのパーティー公演に向けてのリハも本当にずっと頑張ってるから、もうみんなが想像してる以上に、もう私たちですら想像できないぐらい大変なことしてる今。そんな中で本当によく頑張ってくれたなって思ってます。やばい、9時過ぎちゃった。エサコエサがあるから9時に終わろうと思ってたのに、今なら間に合う。ちょっともうそろそろ終わりにしよう。エサコエサがあるから9時までにしようと思ったのに喋りすぎちゃった。ちょっとランキングを読みますね。13位天使のわけまえさん、ありがとうございます。12位ノートンさん、ありがとうございます。11位秋田のゆういちさん、ありがとうございます。10位 MS さん、ありがとうございます。9位ムービングさん、ありがとうございます。8位ヨシーさん、ありがとうございます。7位タカさん、ありがとうございます。6位恋がむなさん、ありがとうございます。5位トシーさん、ありがとうございます。4位ヒーローさん、ありがとうございます。3位トシさん、ありがとうございます。2位星さん、ありがとうございます。1位島風さん、ありがとうございます。やばいやばい、ショールームイベント翌日に翌日にもう9時までって思ってやってたのに9時ガンガン過ぎてんの、やばい、ゆるゆるすぎてよくこんな人がショールームイベント最後までやれたな、こんなにゆるゆるいつもの私なら絶対にそうなの。だからよくさこの5日間さ配信時間守ってできたよね、本当に。今も無駄話改めてね、本当に皆さん素敵な順位をありがとうございました。私はこの2位っていう順位をいただけたことにもう本当に後悔もないし嬉しい気持ちでいっぱいなので、もうみんなもだからね、申し訳ないとかごめんねとか思わないでください。みんながそれ言ったら私も悔しくなってしまうので、なのでみんなにこうやってね素敵な順位をいただいてこの楽曲に参加させていただけるので、もう絶対にいい曲にして皆さんにお届けできるように私も頑張ります。楽しみにしててください。はい、それでは本当にアイスもね、みんな美味しくアイス食べてくれてありがとう、一緒に食べてくれて。それではじゃあまだまだこれからも一緒に頑張らせてください。ありがとうございました。今きっとみはるさんがお祝い配信をしてるので、皆さんぜひ1位のみはるさんのところにお祝いしに行ってあげてください。ありがとうございました。バイバーイ。